デジタルスケールのゼロ調整をします。4つの角材の一番広い面と一番狭い面を下にして手で持ち、それぞれの重さを確認します。一番広い面を下にしてデジタルスケールの上に置いて重さを測ります。一番狭い面を下にしてデジタルスケールの上に置いて重さを測ります。一番広い面を下にしてデジタルスケールの上に置いて重さを測ります。一番狭い面を下にしてデジタルスケールの上に置いて重さを測ります。一番広い面を下にしてデジタルスケールの上に置いて重さを測ります。一番狭い面を下にしてデジタルスケールの上に置いて重さを測ります。一番広い面を下にしてデジタルスケールの上に置いて重さを測ります。一番狭い面を下にしてデジタルスケールの上に置いて重さを測ります。